ミューラー雑。ミューラー8時っつったけど、まだわかんねえわ、どうなるか。ステッカーの、この余白の部分はハサミで切ってる。これを、この短いサイズに整えて、で、雨とかに濡れたら嫌だから、プラスチックケース買ったんですよ。ああ、ぐっちゃった。で、これに収まらなくて、これね。そう。そうなんですよ。さっき配信で寝落ちした。おお。疲れてんじゃん？最近どうよ？いよいよ旅始まるよ、バレーニョさん。バレーニョさんね、最近のリスナーさんだから、いいタイミングでフォローしたかもしれない。ちょうど、バレーニョさんがフォローしてから、俺の神回に一回も携わってないでしょ？有名配信に。多分ね、バレーニョさんね、まだね、俺の面白さを気づいてないと思う。どうだろうね、9時になるか、10時になるかわかんないけど。大丈夫？それでも。8時ぴったりに、アルタの前に行けるかどうかわかんない。ちねちゃんいらっしゃい。今日は絶対リアと釣るって決めてんの。レクチ来るかも。あ、マジで？いいじゃん、いいじゃん。ファミリー来るか。10時きつい。何時までいれんの？新宿に。いや、なるべく頑張るけど。自立して感動しました。あ、ありがとう。セフィゴゾウさんかな。もしよかったらフォローして。いや、あれだよ、別に。生活保護で一生いいやなんて思ったこと一回もないよ。早く自立したかったんだけど、時間かかっちゃったんだよ。ありがとうね。でも嬉しいよ、そう言ってくれて。結果出さないとね、人は認めてくんないからね。8時が限界？え、なに？ 8 時以降も入れないってこと？ 8 時でリアトしたらすぐ帰っちゃうってこと？いやいや、偉くはないよ。当たり前のことやってるだけだから。偉くはないよ。普通になっただけだから。みんな普通にちゃんと頑張ってるよ。8時何分までいられるとか教えてほしいの。だったら8時リア突だったらすぐ終わっちゃうじゃん。じゃあ頑張って。ありがとう。もしよかったらフォローしてください。9時くらいまでなんとかなる。オッケーオッケー。だったらそれに間に合わせるわ。たくみさんが何時に来るか分かんないんだよね。ステッカーね、最終的にこんな感じになったよ。かっこよくない？どう？サテンでキラキラしてんの。ちょっと光当たるとわかるけど、サテンの生地だから、銀色に近いの、白の部分が。かっこよくない？どうよ。どう？結構なかなかのクオリティじゃない？レクチに連絡してあげて。え、なんて連絡すんの？何を連絡すんのかわかんないんだけど。どういうこと？どういうこと？誰かにこの時間集合とか連絡しないよ。予定が分かんないから。ちょっと1000円は高いけど、まあしょうがない。分かってくれるっしょ、俺のリスナーさんなら。1000円はね、正直ボッタだけど。ね、旅の
何時にアルタ行けばいいか。いやいや、だから俺が今予定組めてないから、それは連絡はしないよ。まだ未定だもん。決まったら枠開くから。これでもステッカーのデザインの中でかなりいいんじゃないの？なんかなかなかないデザインでいいよね。どうよ。いやいや、始まるよ。これ名刺の大きさ、ちょうど。名刺の大きさ。で、小物とかに貼ると、プラスチックとかハードケース系に合うね。布はダメ。布とか柔らかいところに粘着力弱いから、スタッフパスやつだから。こういうね、プラスチックとかハードケースとかにピタッと貼るとかっこいいね。すごいハマる。俺結構デザイン気に入ってる。これかっこいいでしょ？すごいかっこいい。まあ、手前味噌で申し訳ないけど。結構気に入ってるね。キャリーケースとかいいかもね。中ちゃん久しぶり。ワード2。キャリーケースとかいいと思うよ。ちょっと、かっこいい系だけどね。女の子がつけるっていう感じじゃないかも。なんかバンギャとかはいいかもしんないけど、なんかバンドとか好きな子、ライブハウスとかよく行く子とかは、あ、かっこいいじゃんってなるかもしんないけど、ちょっとかっこよすぎるデザインだよね。女の子受けはしないかな。まあ自分で使う分にはいいけどね。見せる部分に貼るんだったら、ちょっと女の子受けはしないかもしれない。でもまあ、和道好きな人だったらね、俺のデザインとかね、どういう感じになるか知ってるからね。かっこいいでしょ？俺デザインだから。結構素材感も良くて、金かけただけはあるなと思って。安い業者に頼まなかったから。いい業者頼んだから。旅にはとりあえず400枚持ってこうかな。400枚。だからもうすごいよ。結構かさばるよ。おい、レクチャーありがとう。さすが、初日組。さすがだわ。もうリュックも買ったよ、2万円の。これ、さっき放送で言ったやつ。これこれ。もう早速ステッカー貼ったけど。布にも一応貼れるんだよ。かっこいいでしょ？これが俺の旅のお供のバッグです。ステッカー1種類なんだ、ごめんね。2種類作ろうかなと思ったんだけど、結構そのロット数、これが何個もある感じなの。こんなにあるのよ。だから、その、まとめて作らないで安くならないから、まあ、それでも結構いい値段するんだけど、2種類作るのは今厳しい。本格的だよ、レクチー。かくらちゃんいらっしゃい。これいいだろ？株ニートもどう？ぶっちゃけどうなの？そのデザイン。その、銀色っぽいっていうか、サテンっていう生地だから、その、ライトに当たるとこう、キラキラするんだよ。こう白い部分がわかる？ほら。キランキランって。ほら。ピカッとするっていうか。で、こういうデザイン。布？ちょっと光沢感のある布っていう感じかな。こう、ギラギラってこう。かっこいいでしょ？かっこいいでしょ？まあ、1000円は正直高いけど、500円だったら俺結構、あ、買っていいかなっていう。ちょっとね、旅だからっていうことで、ちょっとリスナーさんに負担かけちゃうけど。
ねえ、あ、俺の資金繰りっていうところをちょっと理解してもらわないとね。多分、まあ、1000円はちょっと高いけど、普通のその配信者のステッカーにしてはクオリティ高いと思うんだよね、すごい。1枚1000円なんですよ。ちょっと高いんですよ。その旅配信の、その資金繰り？その、やっぱり交通費もかかるし、家賃も払っていかないといけないし、俺の宿代、飯代、移動代とか全部あるから、資金集めないと、この企画できないからさ。おい、誇りお兄さんいらっしゃい。そうなんだよ。今さ、このケースの幅に合わないからさ、一枚一枚手で切ってるんだよ。まあね、で、ただ、1000円高いから特権つけようと思って、特権はこんな感じです。特権はこんな感じです。リアトツは放送中だったらいつでも OK。放送ついてる間はリアトツ OK。配信者、リスナーさん問いませんと。で、まあ、生主さんがリアトツするときは、全然つけてきて構いませんよっていう。で、顔出し NG の方はマスクつけたり、そちらで準備してくださいっていうお願いをしてます。で、まあ、差し入れは NG。旅配信とかやったらわかるんだけど、俺も前回あるじゃん。差し入れいろいろもらうんだけどね、荷物になってね、しかも捨てるのが申し訳ないから、正直困るんだよ。この前もね、まあ、猫王さんとか、ゆうこさんとか、あと、けいこくん？けいこさんとかもリアと3人来たんだけど、全員ドリンク3つずつぐらい持ってきて、家の中ドリンクだらけになっちゃうんだよね。だから、なんつうんだろう。もう、差し入れは NG っていうルールにした。ぜひぜひ、しでちゃんお願いします。で、まあ、ステッカー1000円で販売していて、サインが欲しい人はマッキーを持ってきてくださいと。で、ステッカーを購入していただいた方は、写真撮影無料の特権をつけようと。なんか、そのチェキとかさ、有料で販売するよりも、なんて言うんだろう、写メとかさ、撮りますよっていう方が、なんか、1000円で、ステッカーと写メの特権がつくってなったらいいかなと思って。もちろん、ツイッターとかで拡散してもらって構わないし。これだったらまあいいかなっていう感じだ。それだったら安いかなって思ってもらえるかなと思って。え？くるくる回ってる？嘘？くるくる回ってる？ソラミさん。今どう？今あれだよ、静止画だったんだよ。どうだろう？みんなどう？見れてる人見れてるって書いて。見れてる人は見れてるって書いてください。見れてない人は、くるくるの人はくるくる。見れてる人は見れてるって書いてください。見れてる？なんだろうね。見れてる人は見れてるで。見れてる？あ、じゃあ、なんだろうね。ソラミさん、もしよかったら、もう一回入り直した方がいいかもね。見れてる？切れた？嘘？ほっこりお兄さん、切れた？そんなに設定上げてないよ。しかも、この時間帯、過疎だから。なった？なんだろうね。そんなに上げてないけど、マジか。あんまりひどかったらもう一回教えて。画質変えた方がいい。いや、設定そんな高くしないよ。画質ちょっと待って。いや、画質そんな高くないよ。画質そんな高くない。640の360だもん。ちょっと変えてみて。多分ね、そっち側の Wi-Fi の下りが遅いとかもあるから。サーバーが外れとかね。この設定でね、そんな止まるっていうことはあんまり考えづらいと思うんだけどな。たまに Wi-Fi 重いんだ。時間帯にもよるからね。まあ、和道、販売グッズとしては第一弾だからね。インターネット上のサービスとかで売ってたりしたけど、手売りで販売するのは初めてのグッズだから。まあまあ、クオリティ高くてよかったね。なかなかよくできてて。ギターにも貼ろう、俺。いろんなところに貼ってる、ペタペタ。ふわっちもくるくるで入れないときある。その場合はね、ふわっちの問題だね。サーバーの問題だね、完全に。
今問題ないでしょ。捨て頃でも、あ、捨て頃でも販売しますよ。捨て頃でも同じ金額で。ね、やっぱり、みんな同じ金額で買ってもらいたいから、値段は変えないっす。今大丈夫、よかった。ありがとう。捨て頃来るんですか、ウッドさん。またね、これで、資金が貯まったら、ステッカー第2弾とかやろうと思ってるんで。お願いします。というまで待ってますね。うん。OK。見逃さないでよ、ミューズ。会おうね。コラボしようね。リアドもそうだけど、コラボしようね。コラボ。これは一応、リア突販売のみとか、店舗販売っていうかね、イベント販売のみで対応しようと思ってるんで。神奈川で待ってます。神奈川、あれだよ。まだまだ先だよ。もしよかったら今日リア突しに来て。うん。今日は新宿に来てくれたら夜、リア突できるから。まあ、神奈川も行くからね、近くに来た時が一番いいかもしれないけど。岡山、ね、日本全国行くよ。日本全国行く。日本全国回ることと、全都道府県制覇するのと、1万人の人に会うのが目的だから。今日からだよ。今日の夜から。まさに生まれ変わる日ですよ。おい、頑張ってね、ミューツ。ありがとね、来てくれて。忙しいのに。何十名さんいらっしゃい。ああ、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ぜひ、ステッカーも買ってください。高いですけど。よろしくお願いします。移動ルートとか公開します？移動ルートとか特にまだ決めてない。ざっくりざっくり、もうそれこそ生放送の醍醐味を楽しもうと思ってさ、今からこっち来いよーみたいな、近くいるのーとかさ、なんか向こうの方面白いぞーとか、もうとことん楽しもうと思ってるよ。ハートプレゼントありがとう。レクチャーハートありがとう。今ここはつけないっすね。でも、聞いてもらえたら言うよ。あ、どこだよとか。タイトルとかにも入れるし。ああ、またぶっ壊し。今ここはつけないけど、タイトルとかにつけたりとか、するよ。今ここにいるっていうのは常に言わないとね。こっちだね。だからやっぱちっちいな。あ、本当に？先になる？とりあえずはね、太平洋側から北海道を目指す感じだから、あとイベントで戻ってくるからね。お、ゆうこさんいらっしゃい。あれ、ゆうこさんどっかで見たな。どこだろう。どこの放送で見たっけな。どこだったっけ。どれさんかな。ちゃんまん。どこだろう。どっかで見たことあるの。ちなみにみんなはリア突したことある？
光くんだ、そうだ、光くんだ、うん、そうだそうだ、うん、みんなはさ、他の配信者でリアツズしたことある人いたと、いたらさ、誰にリアツズしたことあるか教えてよ。複数人いる人は、複数人。ある？くみたん、誰あんの？北海道だ、ジンギスカンとか？全然過疎でもいいから名前教えてよ。リアツズしたことある人の。あ、で、桃エリー、はいはいはい。俺も桃エリーある。ハシケンね。まあ、ミュールはね、教えてくれてるもんね。オフ会の時ね、ハシケン何回も行ったよって。リアトツ、石川のりゆき、ヒカルくん、モモくん。ほいほいほい。あのさ、あの、和道推しっていうのやめて、あの、和道の、足軽とかあるじゃん。足軽とかあるじゃん。俺決まったよ。和道のリスナーの囲いリスナーの名前発表していい？発表していい？和道の、その、舞台の名前。OK？ 聞きたい？みんな。光るパルパルももくん。はいはいはい。まあ、あの、仲良しだね。青山とかも含まれるね。テレジャンピン光る。この辺仲いい組だね。和道推しって書いてくれてる人いるじゃん。その、例えば、クミタンとか、レクチとか。うん。これ、もうこれ統一だから、みんな、コテハン変えてね。あの、和道推しの人は。ね。これです。これ和道旅団だから、これ。うん。これ和道旅団だから。うん。和道旅団だから。うん。あ、テルジャンビンのもある。うん。あの辺仲良し組だもんね。よく絡むっていう。旅団って本当は舞台のあれなんだよね。大きさの名前なんだよね。うん、旅とか意味ないんだよね、あんまり。うん、やべ、旅にちなんで、旅っていう文字を入れたいからね。高いリュックサック買っちゃったよ。23,000円だよ。23,000円。そうそう、クミタンとは同僚なんだ。あー、ソラミさんいらっしゃい。サーバーの問題かな。じゃあよかったよかった、来てくれてありがとう。入り直してくれて。高い？何が高いの？です。なってないね、変わってないね。リュック、あ、リュックね、ごめんね、俺がアスペだからすぐね、話変わったらね、分かんなくなっちゃうんだよ。そう、リスナーさん相談して、ちゃんといいやつ買った方がいいかなっつって、なんかその持ってたんだけど古いやつ、もう十何年使ってたやつ、それはね、なんかずれるんだよ。わかる？ちゃんと作ってるリュックとかじゃないから、デザインリュックだから、だからこのバックパッカー用のすごいんだよ、本当に。まあ、多分、旅配信これからこのコスチュームになると思うんだけど、その、しっかりするし、ここのベルトで、ここで固定するから、腰で固定するの。腰で固定するのね、ここで。ここと、ここと、どうだ？ごめんね、音うるさくて。こういう感じで、ここでもうビッビッと全部、ここでこうビッと、ここも裏もビッと、ここで止めんのね。あ、もうミラクルフィット。しかももう背中全体で支えるから、もういいんだよ。おいえ、和道旅団ありがとう。うん、そう、これはいいですよ。うん、これでいいんかな。うん、タミンのままだね。すごい疲れないと思う、これは。長時間背負ってても。もともとその、なんだ。あれだからね。山登る人のやつだから。しかもね、すごいのがね、もうね、ポケットの数が半端じゃないの。さっきの腰のベルトのところにもポケットあるし。すごい、これは。半端じゃない。
ていうか、レクチさ、あんまちゃんまんにさ、和道のことどう思いますかと。やめろ、恥ずかしいぞ、あれ。和道推しっていう小手半つけてんのに、和道どう思いますかはね、拾ってもらえないよ。うん。俺、アスペなんだよ。うん。あれはね、レクチダメだよ。サブアカでやらないと、そういうのは。サブアカでやらないと。俺見てたから。はずって思った。スルーされたと。レクチ、お、いいね、旅団。じゃあ、レクチには特別に、特別に、和道旅団ハイフン、レクチは特別に、あれだよ、役職与えてあげるよ。役職与えてあげる。レクチャーこれでいこう、うん、まあ、演奏舞台じゃなくてもいいけど、なんかその楽器にちなんだ、楽器にちなんだなんとか舞台ってちゃんと自分で考えて入れて、うん、私も旅行した時バックパッカー用のリュック貸してもらいました。楽だよね、神楽ちゃんね、楽じゃない、あのバトンなんか眼中にもないから。笠野家さんいらっしゃい。まあそりゃそうでしょ。レベルが違いすぎるもん。シャンマンからしたら、もう雑魚もいいとこでしょ。そりゃそうだよ。わかってるよ、自分で。楽だったよね。楽でしょ。うん。ミュール変わったね。うん。うん。じゃあ、クミタンに、クミタンに、クミタンにも役職与えていい？クミタン役職欲しい？クミタン。さんま、ああ、そうなんだよね。でもね、あんまりそういうことは俺らが言うもんじゃないよ。大先輩なんだから。欲しい。うん、よし、じゃあクミタンはね、これだ、うん、うん、北海道支部長名乗ってください。クミタンはもうずっと応援してくれてるから支部長名乗っていいよ、うん、かなり位高いからね、北海道のボスだからね。北海道支部長ですよ、うん、もうずーっと囲ってくれてるから北海道支部長で名乗ろう、責任重たいからね、宮城に来たときはぜひリアトツに、あ、ぜひぜひよろしくお願いします、ゆうこさん、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします。ようやく200枚切り終わったかな。
ああ、ナウダクさんどうもどうも。そう、今、ゆうこさんどっかで見たことあるって言って、あ、ひかるくんのところだって言って、それだっつって。多分ゆうこさん今日来るの初めて？そう、ゆばあばのサムネで。ステッカー内職ですよ。あ、でもね、ひかるくんにはステッカー作ったらダメって言われたから、俺考えたの。ヒカル君に一応許可取ろうと思って謝ったんだけど、ヒカル絶対許さねえっす、ワドさんって言って切られたから。これはステッカーではありません。え、シールです。ヒカル君がステッカー販売ダメっすって言ったから、わかったっつって、シールです、これ。はい、僕はステッカー売りません。ヒカル君から許可出なかったんで。シールを売ります。ゆうこは抱きついてきます。あ、そうなんですか。いいっすよ、いいっすよ、全然。減るもんじゃないんで。あ、そうなんだ。潜ってんだ。全然コメントもらった方が僕は嬉しいっすよ。よーし。ティッシュ。でもね、結構ね、実はね、旅配信の参考にさせてもらってんの、ヒカルくんなんだよ、俺。ヒカルくんしか、その、がっつり知り合いで、旅がっつりやって成功させてる人いないから、バッグの選び方とかね、全部ね、ヒカル君をイメージしながら作ってる。荷物とか。シールです。え？路上販売ダメ？なんで？なんでダメなの？シール販売ですから。え、路上販売ってダメなの？え、なんで？法律的にダメってこと？それ。俺アスペだからそういうの分かんないです。ネタってこと？あ、そうなんすか。あ、そっかそっか。法律か条例に引っかかるんだ。あ、マジで参考になった、それ。あ、そういう感じなんすか。支援を1000円もらってお礼に渡すっていう体じゃないダメなんすか。うわ、めちゃめちゃ聞いてよかった、今。危ねえ、パクられるところだった。ねえ、これアンチからするとね、通報材料だもんね。ああ、気をつけます。ありがとうございます。ステッカー販売はしません。今決定しました。やべえ、超助かった。早く聞けてよかった、マジで。ステッカー販売ダメなんだって。あ、そうなんだ。なるほど、なるほど。いやー、マジで助かります。マジで助かります。知らなかったっす、僕。思いっきり販売するところでした。なんなら看板も掲げるところでしたよ、僕。じゃあ、支援をしてもらって、そのお礼としてっていうことですね。すげえ。通報中、怖え。危ねえ、はめられるところだったぜ。アンチ多いもんね。ナイス。ナイスですね。危ねえ、危ねえ。聞けてよかった、マジで。ね、ナオタクさんはもうヒカルくんのことずっとね、支援してるから、その辺もうバリバリだもんね。え、それだったら逮捕されることないんですよね。1000円支援していただいて、そのお礼にっていう。え、それどういう感じでやればいいんだろう。光るか、条例。危なかったね。超いい話聞けた。危ね、初日からね、引っ張られたら嫌だもんね。それはそれで面白いけどね、経験だから。そろそろ突っ込んでほしい部分が何個かあるんだけど。あ、和道涼団ありがとう。カネリアさんありがとう。ごめんね。そうだね。そうだよね。和道旅団入団おめでとうございます。皆さんパチパチお願いします。和道旅団に入団されました。ありがとうございます。新しい仲間です。あざーす、カナリアさん。仲間が増えたよ、みんな。お礼は大丈夫です。 やべえな。直卓さんにお礼できるような身分じゃないからな、俺。入団ありがとうございます。ハイフン入れよ。レクチハイフン入れよ。レクチハイフン入れよ。あ、っていうかさ、ナオタクさんのツイッターで、なんか飯ツイートあるじゃないですか。で、なんか、なんだっけな、なんか、その、安居酒屋みたいなの珍しく言ってるなっていうツイートあったじゃないですか。今日、歌舞伎町通った時にありましたよ。無印良品とかあるところっすよね、あれ。あ、ここだと思って。ナオタクさんが昨日飯食ったの、ここだと思って。
かぶせてツイートしようと思ったけど、いや、やめとこうと思って。なんか、ストーカーだと思われたら嫌だなと思って。俺にシールあげるのは大丈夫ってことです。ああ、そういうことですね。あ、ごめんなさい、ほんと。僕、アスペすぎて、会話が噛み合わないことよ、多々あるんで、すいません。なんか。本アカの方がもう、押しついちゃってるから、こっちのアカウントだけど、ごめんな。あ、全然いいよ、全然いいよ。うん。それはさ、複数いるじゃん。その、応援したい人ね。そう。いいよ、サーブアカで全然。あれは大盛り？え？あ、違うんだ。歌舞伎町じゃないんだ。じゃあ、違うんだね。俺が、その店だと思ってたの。うん、よいしょ。ちょっと待ってね。クッションを作ってるんだけど、なかなかハマるサイズにならない。どうすればいいんだろう。もう3枚ぐらいかな。大森駅。大森駅ってどこだろう、うん、大森駅。団子プレゼントありがとう。カナリアさん団子プレゼントありがとうございます。Thank you。ミュールが8時か。8時、たくみさん次第だな。たくみさん何時に来るっつったっけな。たくみさん今いないもんね。よいしょ。できました。200枚セットです。和道ステッカー200枚セットができました。これを、こいつをですね、このリュックのステッカーは全部でね、1500かな ?1500 枚すった。っていうのも、1000枚するのと1500枚するの値段変わらないって言われたの。意味わかんないじゃん。1000枚と1500枚値段変わらないって言われたの。バカなのと思って。じゃあ1500って言うでしょ。じゃあ1500でしょ、どう考えても。うん、とりあえず200。あ、これ全部売れたら20万になるから、飛行機代とかホテル代とかになるよ。とりあえずここは、すぐ出しやすい上に入れときます。で、今回400枚持ってく。まあ、400枚全部売れるとは思わないけど、とりあえずね、なんか複数枚買ってくれる人もいるかもしんないから。どういうシステムなんだっていうね。多少変わるだろうと思ったけど、いや、1円も変わらないっすって言われて。意味がわかんないよね。多分その原価の問題で、ロット数の問題とかなんだけど、1円も変わらないのは意味がわかんないよね。あ、でも1500さばけるとは思ってないよ。その、どうせ1000枚すろうと思ったのよ、正直。本当は500、500で、500、500で 2種類作ろうと思ったんだけど、500、500で、するのと1000枚1種類でするのだと倍違うの、値段が。ロットが好きのすぎる、1万枚なら割合変わるけど、ああ変わる変わる、もちろんもちろん。だから最低ロット数が1500なんだよ、簡単に言うと。その俺が取引した場所だと、そういうこと、そういうこと。だから500枚だろうが1000枚だろうが200枚だろうが1500以下は変わらないですよって、そういう意味。それはわかるよ、もちろん。放送のネタで言ってるんだよ、エルさん。それくらい察してよ。そこまでバカじゃないよ。そんなマジレスしないでよ。そんな困っちゃうよ、そんな一個一個。俺だってロット数ぐらいわかるよ。うん。そんなマジレスされちゃったら困っちゃうよ。そんなちょっと笑い取ろうと思ったらさ、誇張しようと思ったら。うん、悪い？ネタなんだからさ、配信者のネタ潰しされちゃったら商売上がったりだよ。うん。わかってるよ、わかってるよ。うん。
そのちょっとした出来事を誇張して面白おかしくしないといけないのが配信者だから、広げていかないと、広げていかないと、うん、よいしょ。てかレクチに BGM 作ってもらいたいよな、普段の。そしたらレクチのバンドの CM にもなるしね、え、そういうコラボの仕方していきたいからさ、いい曲作って、ちょっと俺にフリー素材で提供してよ、一曲。じゃあ放送で使うから、気に入ったら。1時間もこれやってんのか、俺。やってやって。まあレクチピンでもいいけど、バンド巻き込まなくてもさ。DM 送らせていただきました。おいよ。ご丁寧にありがとうございます。DM。お、ああこの件か。思い出した。あとでチェックしておきます。73名さんいらっしゃい。はい、ワード2、ニアいらっしゃい。今ね、旅のグッズのステッカーの、ハサミで端っこ切ってる。整えてる。ニアも和道旅団。和道旅団入らない？和道旅団。
いや、もう入る。入っていいの？入る。オッケー、入ろう。支部長いいね。何言ってんの？ミュールにも役職与えるから。どうしようかな。和同旅団。ミュールは、そうだな。うん。え？うん。あ、武人部になってた。部長だね、やっぱね、うん、いて、何投げた今。なんかした？なんかした？のんたん？え？おう。無人無人ではない。俺のタイプミスだ。何？何？上下関係みたいなのつけない方がいい。なんで？刺さってくるから。おこだ。嫁がおこだわ。嫁がおこだ。のんちゃんも肩書き欲しいんじゃない？のんちゃん肩書きいる？いらない。はい、いらないそうです。おこだにゃんは。そうだな、にゃんはそうだな。どうしようかな。にゃんはどうしよう。にゃんはどんな感じがいい？どんな感じが。にゃんはどの舞台に所属したい？
あ、いいよ。川崎、神奈川っていうスケールじゃなくて、川崎ってちょっと控えめなところがいいよ。神奈川って大きく出なかったところがいいよ。いいよ。川崎市、支部長行こう、うん。すごい限定したね。やさぐれてる感ね。いいよ。いいよ。でもさ、それさ、他のさ、配信でコメント打つときに、こいつ川崎に住んでるんだってバレるぞ。コメント打ちづらい。大丈夫それ。思いっきりバレるよ。特定されやすい。いや、わかんないけど。本人がいいなら。うん、はい、ワドツー、タッチャーいらっしゃい。何のね、シールのね、シールのこのはみ出た部分をハサミで切るっていう内職。自分のグッズの内職。軽作業。これをこういう風にするっていう内職。こっちの方がかっこいいでしょ、こっちより。やっぱりね、ちゃんと売り物なので、綺麗に整えないとと思って。悲しいよ。うん、高いからね、このステッカーは。クオリティを少しずつ上げてるんだよ。いいじゃん。真ん中にハイフンがないとダメ。にゃん。真ん中に、半角英数字のハイフンがないと俺は許さないから。見づらい。そのうちワド、あとカンボジア支部長とか出てくる。出てくるよ。だって世界配信が始まるんだから。うん。ワシントン支部とかさ。で、大体部長名乗ってる支部は、エリアに、団員がいないんだなって思っていただければ。あ、シールですね。はい。和道シールです。シールです。ステッカーではありません。シールです。はい。ワッペンシールです。ステッカーって言いてぇ。ステッカーって言いてぇなぁ。手間だけど1枚ずつ手を加えるいいことだ。そうだね。検品にもなるから、あ、これダメじゃんとか。要は、なんつうの、一枚一枚その、見ることによって、汚れがないかとか、欠品がないかっていうのも確認できるから、意外と大事よ。うん。ああ、いいや、にゃあ、いいよ。うん。にゃあ、いいよ。団員がどんどん増えていくことを願おう。コテハン長えなってなる。コテハンが長い。おい、ドレさんの深夜食堂のサファイアさんいらっしゃい。ケツの方から読んじゃって、サファイアちゃんいらっしゃい、ワドツ。
腹減ったな。四時か。それ食べない食べない。なんてうまいふりをするんだ。ならないでしょ。うん、腹減ったなっつってシール食べないでしょ。どんだけ腹減ってんだよ。ホームレス中学生じゃねえんだから。バッチ重くて、嘘。さっきもね、なんかね、カクカクとかクルクルって言われてたから、ふわっち全体が重かった。それとも俺の方が重かった。俺のだけ？ふわっち全体？なんかね、多分ふわっちが調子悪いんじゃないかなとか思うけど、設定的にそんな重くしてないから。新しいフォロワーさん紹介します。ポポちゃんフォローありがとう。花子さんフォローありがとう。上松正人さんフォローありがとう。内さんフォローありがとう。としちゃんさんフォローありがとう。ところてんさんフォローありがとう。たけとさんフォローありがとう。獣医が13発のロマンさんフォローありがとう。ありがとうございます。笑わせんなって。おい、本日一発目、花火ありがとうございます。あざす。花火ありがとうございます。一発目、ご祝儀花火だね。これは旅前の、旅前のご祝儀だね。あざす。ごめんさん、多分ふわっち全体。ドレさんの再放送も、あー、じゃあふわっち全体だね。いや、ドレさんすごかったよ、もう。十何時間やってるけど、基本的に俺のセックスはすごいっていう話をずっとしてたね、今日は。夜中から朝まで俺のセックスが100回活かせられるみたいなことをずっと言ってた。なかなかだったよ、今日の会話。すげえと思って。3時間ぐらい買い物に行ってたのに、まだこの話してると思ったもん。ついにドレさんもループゲーができるようになったんだよ。いや、マジすごかったよ。ずっとループだったからね、今日。スキルが着々と上がってきてるよ。何回戦なん？いやー、もう1回戦ですよ。何言ってんすか？僕みたいな、僕みたいなチェリーボーイは一回戦ですよ、うん。ドレさんすごいよね。朝方の早朝の帝王になってるからね、今。あの、びっくりするよね。あの、他の人、ヒカルくんとかよりも人集めちゃってんだもん、ドレさん。朝方に限ってはなんだけど、朝方無双だからね、ドレさん。
ドレスさん最初の頃ちょっと険しい感じだったけど、最近本当に半身楽しんで。俺ね、その険しい頃は知らないからな。むしろ配信エンジョイしてるよ、ずーっと。俺が知ってる頃から雑談うめえと思ってたもん。ドレスさんは評価されるのが遅すぎたんだよ、いくらなんでも。もっと人集めていいぐらい雑談力あるよ、あの人は。今が適正だろうね。その実力と評価が追いついたっていうか、噛み合ってるっていうか。さすがにさ、その、1000人アクティブ集めるとか500人はちょっと違うかなとは思うけど、300人人集めるぐらいの雑談力はあるよ。10年ぐらいやってるってね。なんかもう潰れちゃったラジオ配信サイトでずっとやってるんだって。でもその大手になりたいとかはなかったらしいよ。まったりやってたって。でもその最近そのね、チャンスが巡ってきてって言ってた。だからふわっちでね、人生変わった配信者いっぱいいるよ。俺もそうだけど。だってふわっちでね、生活保護抜けてバイト辞めてやりたいことできるんだもんね。ありがたいよね。掴んだね、チャンスね。俺もそうだね。ニコ生もキャスも見ないね。だってフワッチいたらさ、鮫島、うなちゃんまん、よっさん、鮫島、うなちゃんまん、よっさん、3杯目光る、便所太郎、ドレさん、ツバニャン、ミズニャン、あと、マナーボーとかね。あとニコ生勢で言ってもいっぱいいるもんね。あと誰いる？ティロフィナーレ、香川。層が厚いよ。昼間の時間帯ちょっと弱いけどね。昼間のね、ど真ん中の時間帯にまだ見るのがないっていうね。そこが惜しいけどね。まあそこは俺ポジション取っていくだろうね。昼間は。昼間の過疎時間帯なんかもう全部、ニートとか、主婦とかをかっさらっていくよ。昼間ね。まあ、景色がいい時にやりたいからね。あ、そうなんだ。あ、HMD、あれじゃん。ビギナーズ、そうだね。竹本もいるし、HMD もいるしね。あと、エセ関西もやってたよ、この前。あと、石野もいるでしょ？サノッチもやってるもんね。今日もやってたし。閲覧2だったけど。川崎洋平あたりも来んじゃないの？そろそろ。あ、だから本当に暗黒しか残らなくなったね、ニコ生は。今だけどね、逆にニコ生が穴なんだけどね。ロコさんはキャスやってるっしょ？っていうか、暗黒に出たらしいよ。暗黒の旅部って言って、マリニャンと AF と、あとロハコさんとみどりさんで旅したんでしょ？
どんなメンツだよ。趣味盛岡って。なんか暗黒復帰したらしいよ。だからもう暗黒ニコ生と壁ができちゃってるからね、そう悪い意味で言ってるんじゃなくて、そのなんつうんだろう、繋がってないっていうかさ、ニコ生見るぐらいだったらキャス見るっしょ、正直。あ、金梅さん忘れてた。金梅さんもいるんだよ。ランハゲもいるしね。完全にふわっちは勝ったね。旅配信で川崎とか横浜とか来ますよ。行きます行きます、もちろん。ただね、今日が一番近いかも。っていうのも、千葉、茨城ってこう、北海道に向かって行っちゃうの、太平洋側から。だから、もしリア凸早めにしたい方は、今日、新宿で、新宿が一番いいと思う。今日の夜8時ぐらい、新宿のアルタ前。川崎だって、電車で30分かかんないでしょ？それが一番近いかな。神奈川から離れちゃう。うん。あ、いや違うんだよ。ニコ生主が強いんだよ。ニコ生をね、ニコ生をそのなんだろう、ニコ生主を見ちゃうんじゃなくて、ニコ生主がタフなんだよ。面白いんだよ、やっぱ。応用力が半端じゃないんだよ。何でもできるんだよ、ニコ生出身は。いや、えげつない笑いの取り方をするからね、ニコ生主は。笑いのためだったら命すら捨てるやつらだからさ。モラルが欠如してるぐらいがちょうどいい。それが平常運転だから。ニコニコ生放送のね。だって作った人がカワンゴだよ。カワンゴだよ。で、取締役にひろゆきだよ。まともな会社なはずがないじゃん。どう考えても。反社会的勢力ですよ。ある意味。のんたも凸町に来るんですか？いや、どうだろうね。わかんない。のんたは生主じゃないから。
PS3 持ってないよ俺。あ、持ってるか。なんで持ってかないけど。なんでこんな荷物になるだけでしょ。持ってかないよ。ゲーム配信とかやんないよ俺。なあ、その二次元の世界とかダメなんだよ。リアルが大好きだから。リアルの方がワクワクするんだよ俺は。今日あれだよ、近所の桜満開だよ。白いシャツ何枚か持参してリスナーの名前書いてもらうとかやると記念になりそう。それも考えたの。日本地図を買ってそれやろうとか、 T シャツに1万人分の名前書こうとか思ったんだけど、だるくなったなんかいいやと思って。なんかその記念になるかなって最初は思ってたんだよ。でやろうやろうって言ってたんだけど、なんかね、いや記録に残すのは放送でいいやと思って、うん、俺配信者だから、うん、映像でいいやと思って。いや単純にもうカッコつけてるけど、今かなりカッコつけて言ってるけど、単純にめんどくせえっていう、うん、めんどくさくなっちゃった、うんうん、それが真実だよ。めんどくさいことはやらないって決めてるから。めんどくさいっていう風に本能が感じてるってことはだるいことなんだよ。で、だるいことっていうのはやりたくないことだから、ワクワクすることだけやればいいんだよ。だってさ、その時は楽しいんだよ多分。なんか書いてもらったりして、キュッキュッキュッって、うわ増えたーとかなるけど、ぶっちゃけ家帰ってきたらゴミだよ。落書きがいっぱい書いてある T シャツゴミだよ。うわいらねーってなるじゃん。あの小学校の時作った、なんだ、夏休みの時に作った模型とかいらないでしょ。ゴミじゃん。懐かしいとはなるけど、ゴミなんだよ。やっぱり。俺はだからいらねえわ、と思って、うん。その時だけだから、すげえと思ってんの、うん。もう大人だからさ、俺ら。やっぱ自宅取締役？あ、いいよ。全然いいよ。うん。全然いいよ。広報支援部隊とかにすれば。いいよ。全然変えていいよ。もしくは空にすればいいんだよ。支部長を取ればいいんだよ。車に吉田書きさせてたやつもいた？あ、もう、痛いやつだよ。そんなの。この車に価値はないよ。
ネミ旅出て多分俺が一番最初にやること多分ね漫画喫茶に入ることだと思う新宿の漫画喫茶に入って寝ることが多分俺の一番最初にやることだと思うクソつまんねえオープニングだなクソ面白くもないねただ満喫行くだけの外配信のノリだよいや俺団員 A はいいなぁと思ってセンスあるなぁと思ってたねいい子だなぁって思ってたよずっとただ絶対そこは広げないって思ってたよいい子だなぁ本当にってカナリアは本当にいい子だなぁって思ってたよ盛り上げる気ゼロだからな今日に限っては今日に限っては旅おめでとうの花火を待つだけだから俺が今考えてるのは花火何個上がるかなしか考えてないから、上がんなかったらもうふて寝だよそのまま漫画喫茶に行ってふて寝をする配信だよひきこもりだから自宅警備員、花火ありがとうございますエア花火ありがとうございますステッカー販売がダメだとは思わなかったな。支援をもらって、1000円支援してくれた方には、シール1枚をプレゼントします。か、めんどくせえな。言葉遊びだよね、それ。何時頃？ね、もうすぐ切り終わってお風呂に入って、銭湯行こうかなと思ってんの、ちょっと。おー、ありがとう！ちでちゃんから花火いただきました。ありがとうございます。ちでちゃん、ありがとう。ありがとう。まだ決めてないんだけど、たくみさんが家に何時頃来るかなんだよね。たくみさん起きてんのかな、何時に来るって言ってたか、昨日話したんだけど忘れちゃってんだよね、俺が。ありがとう。え？初アイテムって俺に対して初って意味でしょ？ふわっちで他の人には投げたことあるんでしょ？しでちゃん。21時頃行くってこの前言ってた。いや、たくみさんが来た後にリアとつまち始めないと意味ないから。え、ないの？マジで？ふわっちで初の花火が俺なんだ。ふわっち童貞捨てた、アイテム童貞捨てたんだ。ありがとう。超嬉しいよ。ありがとう。今日初めてなんだ。あ、めっちゃ嬉しいわ、それ。マジか。童貞奪っちゃったよ。アイテムが初めて、マジかよ。マジかよ。一発目花火。どう？花火を打ってみた気分は。配信者に花火を打ってみた気分はどうですか？大阪はいつぐらいだろうな？ 6 月以降かな？大阪は。全然、6月より全然先だと思う。中田さん。でもいいんだよ。新幹線代出すとか飛行機代出すっていう必殺技。
ルーラーを使ってくれるんだったら俺は飛んでいくよ。ルートが変わるから、ルーラーの呪文使ってくれたら。バシューン、バシューンだよ。なんか変な感じだよね。うん。変な感じだよねって、俺アイテムもらったことはいっぱいあるんだけど、アイテム送ったこと俺も実は一回もないんだよね。ありがとう、つねちゃん。嬉しいよ。ステッカー欲しい。あ、ありがとう、ありがとう。ぜひぜひ、ラクダさん買ってください。こんなデザインになりました。ちょっと今端の部分余白切ってるんだけど、整えてるんだけど、検品しながら一枚一枚400枚持ってこうかな。今回はこんな感じです。ラクダの、え、ラクダの名前覚えてください。ラクダさん最近よく来るじゃん、うん、いっぱい絡まないと覚えてもらわないよ、うん、いっぱい絡まないとやっぱ配信者はどんな絡みしたなとか、いつもいるなとか。お前、金のことしか頭にないな。そう？そう？うん、いや、まあ、そういう印象なんだろうな。買い方難しいな。そうなんだよ。ふわっちね、すぐ簡単にね、買えるよ。さ、子供じゃないんだからさ、別に趣味でやってる人たちは別に金のこと考えないで配信やればいいと思ってるけどさ、さすがにお金かける配信やってんだから、金の回収の仕方とかさ、資金繰りのこととか考えるの普通だろ。バカじゃないんだから、うん。別に趣味で家で引きこもって趣味でやってんだからいいんだよっていうやつは別にそれでやってりゃいいじゃんの。金かけてさ、体張ってやってんだからさ、プロ名乗ってんだから金のこと考えるわ。そうだね。iTunes カード買わないといけない。いや、携帯電話の決済と、なんかいろいろあるよね、うん。ドコモとか、ソフトバンク au。全部、全キャリア対応してるはずなんだよね、今。和道のこと全く好きじゃないけど、お金だけではないな。全く好きじゃないけどのくだり、いる？いる？金だけではないんじゃんっていうさ、一言を言えばいいじゃん。和道のこと全く好きじゃないけどっていうさ、頭の部分いる？ねえ、必要不可欠なの？何なの？君たちのそのひねくれ方は。虐待とかされてたの？ねえ、お母さんに虐待とかされてた？もしかして。お父さんとか。学校でいじめられたことあるでしょ？絶対おかしいよ、その発想。一言、本当に余計。マジいらない情報入れてくるよな。au だけど指紋認証で一発。へぇー。どこも決済できるでしょ？できると思うよ、全然。全く好きじゃないけどっていうくだりはいらないでしょ？すごい傷つくでしょ。うん。アンチの怪獣の仕方うめえ。ケスケさんいらっしゃい。全然怪獣してねえわ。なんかサンドイッチあったからワドにあげるわ。いらねえよ。ふざけんなよ。生ゴミ処理機じゃねえよ俺を。お前の家にあるもんを俺に渡すな。愛がない。全く愛がない。うん、
まああれだ、公平な目で見て金だけじゃないってことを言うためにあえて言ったまで。だったら金だけじゃないよ、こいつはって言えばいいじゃねえかよ。和道は全く好きじゃないけどっていうくだりいらねえだろ、それ。公平な目で金だけじゃないって言うんだったら金だけじゃないよで終わりだよ、バカが。全然フェアな目線じゃねえだろ。私的な感情が強いんだって。私的な部分が、思いが強い。うん、いいよ、いらないよ、好きじゃないの。もう分かったから、傷ついてるから。うん、花火か？ なんだよ、花火かってなんだよ。何の話だよ、ラクダさん。なんなの？あ、サンドイッチってアイテムのことか。俺ちなみにもうサンドイッチとかクロワッサンとかのアイテムっていうのは、ごめんごめん。家にあったサンドイッチの話をしてると思ったの。なんか食べかけのサンドイッチ和道にあげるわ、みたいな話だと思って、何言ってんだこいつって思ったの。ごめんね。作業しながらだから。違う違う。俺はパンもクロワッサンもサンドイッチももらっても、俺はもう延長チケットはもらえない。もうマックスもらっちゃってるから。ごめんね、ラクダさん。そういうことか。食いかけのなんかサンドイッチを俺の家に送りつけるのかと思ったんだよ。何言ってんだこいつと思って。じゃあ天然じゃないアスペの取引先になるかもしれない相手にお前のこと契約する気ないけど考え方はわかるよって言ってんの。そういうこと、そういうこと。すごい例えうまい、カナリア。例えめっちゃ上手。帰れよってなるよね。契約する気ねえなら何しに来たんだっていう。すごい御社の、ビジネススキームは素晴らしい。契約はしないけどね。御社の製品力は絶対にシェアナンバーワン取れると思います。付き合いたくはないですけどね。帰れ帰れ。時間の無駄じゃ。今日新宿8時、8時、20時かな、20時で行こう。20時で行こう。20時で行けます。おはーい。にゃーありがとう。にゃーありがとうございます。花火ありがとうございます。いや、と配信者来るかな。配信者は来ないんじゃないの、わかんないけど。配信者来ないんじゃん。花火ありがとう、にゃーありがとう。支援が来たよ、支援が。あざーす。だから、いや、まあいいよ、キモくて。いっちゃん、知ってるよ。もう今朝からやってるよ。遅いって。遅い。俺はもう今朝から気づいてたから、いっちゃんの放送。でもね、いっちゃんはある程度リスナーいないと面白くない。旅中って配信すんの？ 質問がバカすぎるわ。何だと思ってんの、俺のこと。俺のこと何だと思ってんの？ 3 年間リスナーに会いに行くの、配信しないで行くと思ったの。1万人リアツツの旅なのに。仮にだよ。いいよ。仮に配信しなくてもいいよ、別に。なんで俺それを告知してんの？何ヶ月も前から。バカでしょ。配信しなくてなんで俺旅行くから、旅行くから。俺の夢だったんだよね。バカじゃん。そこまでバカじゃねえよ。
久しぶりにふわっち来たんですけど、アイテム増えましたね。アイテム種類ってこと？うん。こんにちは、ちいさん。質問がバカすぎる。まだ出ないの？出ない出ない。お風呂入るもん。ほな銭湯行く。バッテリーどれくらい？いや、それがね、バッテリー買わなきゃいけなかったのに買ってないんだよね。だから、基本的にパソコン1時間半持つパソコン1台と、あともう1個パソコン、もう2台パソコン持ってく。だからバッテリーゼロです。旅先で買おう、バッテリーは。なんだよ、あ、サンドイッチは無料で配られるの。俺にあげても意味ないよ、ちでちゃん。ちなみに。さっきから話してるけど、クロワッサンかメロンパンかサンドイッチが配られるんだけど、それが、クロワッサンとメロンパンとサンドイッチ1個ずつ揃った時点で、ランダムで配られるんだけど、それが3個を 1セット揃ったら、俺に延長チケットもらえるんだけど、俺はもうもらえない。延長チケットは。いくらもらっても、要は10枚までなの、1人。だから他の配信者にあげちゃっていいよ。今日出発。いや、夜までに出るって感じ。開けちゃった？ごめん、言うの遅かったね。そう。だから10セット分しか俺はもらえないんだよ。仮想配信者にあげて。延長チケットが足りない。うん。お、いいセリフ。どんなすげえやつらと会えるんだろうな。楽しみだな。どんなすげえモンスターたちと出会えるんだろう、俺は。楽しみだぜ。バッテリー不備なら充電のやりくりも間に合わないだろうし、配信時間も安定しなそう。そうだね。うん。まあ、それはしょうがないよ。おい、おう、ゴルゴだ。ゴルゴいらっしゃい。緊張感とはちょっと違うんだよ。なんて言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんだけど、こんなの初めて。本当に。こんな感覚初めてっていうか、ね、人生で味わったことない感覚。おー、マミリン、ワドツー。いらっしゃい。久しぶりじゃね？マミリン、いらっしゃい。いよいよだよ。これからだよ。私の囲いたちはね、和道旅団というね、チーム名ができましたので、ぜひ、和道を押してくれる人は和道旅団をお願いします。高揚感、あ、たくみさん何時頃来る？こっち。家に来るの。なんか、みんなリアトツ8時ぐらいがいいって言ってて、新宿歩いた前に。でも、たくみさん来る時間がわかんな、忘れちゃって、旅に出てリアトツ行って、たくみさんに会いに自宅に戻るって何だろうと思って、どうすればいいかなと思って。まあ、それもそれで面白いよね。俺の放送らしくてね。戻るんかいっていう。興奮とか高揚感とは違くて、なんかね、じわじわ来るんだよ。その、あ、俺夢叶えるんだ今日っていうか、俺生まれ変わるんだみたいな。うん。なんつうんだろうな。そういう感じ。和道を押してくれる人はセルフで和道旅団入れてください。なんだろうね、この感覚。なんだろう、ほんと冒険が始まる感覚だよね。
本当に冒険に出る感じとか旅に出るってこういうことなんだろうって。またに全然ちげえだろ。たとえ下手か。さっきたとえめちゃめちゃうまかったのに。全然違うでしょ。うん。匿名さん花火ありがとうございます。Thank you。あざーす。頑張るよ。Thank you。窓はわしをバカ扱いする。してないって。ラクダさん、それ意外妄想だよ。全然してないよ。うん、予定だけど、早く来れる？早く来れる？たくみさん。なんか、8時に向こう行かないといけないから、6時とか？うん。わかんないけど。逆に9時でもいいよ。9時でもいいよ。どっちでもいい。9時にしようか。一旦戻ってこよう、自宅に。ああ、微妙か。時間的に。8時にリアトツ待ちして9時に戻るって微妙だ。やっぱ早い方がいい。うん。いっちゃん、こんにちは。これいっちゃん、本物のいっちゃんか？うん。偽物か？ちょっとわかんないな。本物かどうか。のんびりつうかマイペースっていうかね。まあ、なんでもないよ。なんとでもなるよ。おもの、いっちゃん？久しぶり。あれ、放送履歴見たけど、放送履歴がなかったから。いっちゃん来たんだ、ふわっち。ニコ生やめちゃったの。何日ぐらい旅すんの？1万人リアドツが終わるまで3年4年ぐらい、3、4年。あれか、初めて一人でお使いした時のあのワクワク感と不安が混じって、あーでもちょっと近いな。なんかごめんね、意図してないリアクションだったら申し訳ないんだけど、すごい近いよ。やっぱりその知らないものに飛び込む感じっていうか、近い。それのすごい大きなバージョンみたいな。うん。日本一周っすね。日本一周です。マジで？ふわっちめちゃめちゃ面白いよ、いっちゃん。ふわっち続けなよ。まあ、人気あるよ。渋滞によるけど、多分20時頃かな。できるだけ。ああ、すいません。よろしくお願いします。ちょっと僕、この後、銭湯行って風呂入っちゃうんで、LINE ください。お願いします。岩手県縁のとか和道さん好きそう。カッパとか。ああ、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、ケースケ。いいよ、そういうことだよ。そういうことだよ、この配信は。それを DM で送って住所とか、その URL 的な、その、こういうのがあるよとか。そういうことだよ。でもしよかったら台本も書いてほしい。ここでこういうリアクションしてとか、ここで川に落っこちたら面白いとか、台本も全部書いて。台本全部やって書いて、めんどくさいから、うん、ぜひリアドしたいな。ステッカーとか欲しい。九州後半っすね。ぜひぜひステッカーこれです。和道ステッカー。
いいでしょう。今ね、ケースに入れて、今回の旅、まあ、捨て頃までなんだけど、こんな感じで持ってきますんで。こんな感じ。おー、DM ぜひぜひちょうだい。これが200枚入ってるんで。うん、こんな感じです。貼ってる感じはね。うん、で、まあ、サインとか書く感じだね。ここに。まあ、こんな感じです。はい。いいでしょ？こう、光沢のあるサテンの生地だから、銀色に近いかな？ちょっと、白の部分が。光沢がこうある、サテンの生地でシールになってます。兵庫ってどの辺なんだろう？兵庫ってどの辺だ？うん。長野は通るよ、通るよ、全然。全然。儲かるの？俺は月、どれくらいだろう？ 15 万以上は稼いでるよ。いっちゃん俺で15万以上ぐらい、まあ、人によるから儲かるかどうかはね断言できないけど、うん、のんちゃんは行かないよ。のんちゃんは途中で会ったりするけど、うん、俺もうナムポじゃないよ。うん。もうナムポじゃないよ、いっちゃん。もう今年の頭から全然、もう、普通に働いて。仕事も先月辞めたし。今違うよ。なんで生活保護を受けてるの？病気か何か？ね、俺ホームレスになっちゃったんだよ。4年前に。で、精神病も持ってるの。アスペルガー症候群とか、うつ病とか。そう。それで生活保護を受けてたんだよ。自分で家もなくなっちゃって、生活を維持することができなくなっちゃってたから。
ああ、そうだね。落ち着いてるね、だいぶ。睡眠障害はちょっと強く出てるけど。俺32。うん、はい、ワード2、猫いらっしゃい。31か、まだ。もうすぐ32。もうすぐ2になる年ね。音楽ちょっと変えてみようかなと思って、うん、ちょっとだけ変えてるね。なんかスラップっていうんだけど、こうベースの音をメインにこうベン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 やってる音なの。いよいよだよ、カズさん。よし、じゃあ皆さん、ステッカーの準備ができました。今回400枚持ってきます。一応売り切れになることは絶対ないと思うんで、あの400枚持ってこうと思います。完成しました。400枚持ってきます。うん、完売したら嬉しいな。よいしょ、400でいきましょう。いよいよだね。なんかみんなさ、その普通に旅配信とか見慣れてるからあれかもしんないけど、明日からそのなんつうの、何年間も漂流するっていう気分になったら怖さわかるよ、多分。俺と同じ感覚になると思うよ。熱は疲れてんじゃないの、最近。その、明日自分が何年も家に帰ってこないんだっていう感覚になって。うん。感慨深いでしょ。なんか、怖さとね、やっぱりワクワク感の二つがあるよ。俺は、あれ、新宿。高見さん何時来るっつったっけ？8時ぐらい。ちょっと遅れるかな。
じゃあ、あと5分で放送終わりにします。ありがとね。あと5分で放送終わりにします。次枠開くときは旅配信なんで、お願いします。まあ、死にはしないよ。うん、取り四つね。取り四つ。おー、ちでちゃん2発目花火ありがとう。ありがとう。頑張るよ。ぜひぜひ、会えるの楽しみにしてるからね。うん。出かける準備してみる。あれだよ、誰が一番とかで揉めないでよ。俺が一番、私が一番で揉めないでよ。行ってくるよ。ありがとう。うん、ありがとう、かずらさん。くみたんもありがとう。うん、ありがとう。コメントたくさんしてくれて嬉しかったよ。ありがとう、まみり。ありがとう。いよいよ本番ですね。武者震い、武者震いはないけどね、ワクワクはしてるよ。もう怖さはないかな。うん、あとは飛び出すだけですよ。うん、うん、ありがとう。みんな大手はここを通って行ってるんだもんな。勇気あるよな。じゃあ前代未聞の旅行きましょう。皆さん、前代未聞の1万人リア突、伝説の始まりですよ。伝説の始まり。誰もやろうともしないぐらい遠い遠い目標に向かって歩み出します。うん、体気をつけるよ。ありがとう、カナリアさん。不可能を可能にしに行きましょう。リア突楽しみにしてるよ。うん、うん、不可能を可能にしに行く旅だからね。まあマイペースにやりましょう。あんまり気張らずに、ネタっぽくしたくないんで、ゆっくりゆっくり確実に歩いていきましょう。じゃあみんなお疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。